皆さんこんにちは。東京レンタルスクールの岡田です。本日の講義はですね、真菌と原虫をですね、ご紹介していきます。こちら原核生物のですね、細菌に加えて、こちら真核生物であるこちら真菌と、原虫をですね、こちらも最近テストにですね、よく出るようになってきました。まずはですね、真菌から、ご紹介していきたいんですけども、真菌でですね、歯科医師国家試験で圧倒的に重要なのはカンジダですよね。カンジダアルビカンス。こちらですね。こちらでですね、覚えておくのはですね、まず二型性であるということですね。こちら二型性というのは酵母型、菌糸型といってですね、こちらコンミル寒天培地なんかだとよくこのように見られるんですけども、厚膜胞子とかですね、あと火星菌糸、こういったものがですね、観察されます。皆さんもですね、実習とかで見たことあると思うんで、復習していただきたいと思うんですけど、そしてあと一般的なですね、真菌のですね、培地はですね、サブローとブローとのですね、この寒天培地ですね。で、このカンジダといえばですね、臨床的には偽性口内炎ですね。こちらをしっかり外科と含めてですね、補徹と、しっかり覚えてほしいなと思います。こちら偽性口内炎はですね、よく細菌が原因であるというような引っ掛けがあったりしますね。こちら真菌のカンジダですから、細菌ではないわけですね。で、抗真菌薬はですね、いくつもありまして、アメオテリシン B、ナイスタチンとですね、ミコナゾール、こういったものをですね、覚えていってほしいなと思います。そして他に真菌でですね、覚えておくべきものは、こちらアスペルギルスですね。こちら歯科医師国家試験でも画像がこちらありますけども、こちらで出たことがあります。こちら日和見感染でですね、免疫不全の例えば患者さんのですね、歯肉からですね、こちら培養されたこともあります。またですね、こちら放射線と絡めて覚えておくのが、上顎瘤アスペルギルスですね。こちら石灰化物。ね、見れたりしますんで、こちら、下型合わせて覚えてください。そして、あと、クリプトコッカスですね。クリプトコッカスっていうのは、こちら、ハトですね、鳥とかのですね、糞なんかで、こちら、増殖してですね、それを人間が吸い込んで、それで肺炎を引き起こすことがあります。そして、免疫不全なんかだと髄膜炎になってしまうんで、注意が必要です。次にですね、ご紹介がこちら、原虫ですね。原虫といえば、まずマラリアですね。マラリアというと、熱帯雨林でですね、皆さん名前聞いたことあるかと思うんですが、こちら、マラリアと一口に言ってもですね、4種類あるんですね。こちら、3日熱とかですね、4日熱といったように、種類があってですね、こちら、熱帯型が致死率が高いんですね。で、こちら、ハマラーカっていう、蚊ですよね。で、こちら、試験でですね、蚊っていうのがですね、節足動物が媒介するって出ることありますんで、節足動物って言葉も慣れておいてください。マラリアはですね、例えば、発熱とか貧血ですよね。それで皮腫なんかが見られたりします。で、重要なもので熱型というものがありましてですね、こちら間欠熱ですね。この間欠熱っていうのよく試験出ますんで、しっかり覚えてください。そして、トクソプラズマ原虫ですね。トクソプラズマ原虫はですね、例えば妊娠している方、がですね、猫を新しく飼ったりしてですね、妊娠中に感染したりしてしまう可能性とかですね、そういったものが、取り上げられることがあります。そしてあとトリコモナスですね。トリコモナスは膣トリコモナスとですね、口腔のトリコモナスなんかがいてですね、トリコモナスはですね、こう西洋梨型っていう、形しております。そしてあとセキリアメーバーなんかもですね、原虫の仲間ですね。セキリアメーバーといえば、こちらですね、近年試験で性感染症として注目を浴びておりますので、覚えてください。そしてクリプトスポリジウムですね。で、こちらはですね、公衆衛生上の問題で塩素性のですね、消毒薬。こちら、上水道は塩素で消毒されておりますけども、こちらでですね、生き残ってしまう、耐性ですよね。上水道とか、あとアメリカなんかでもですね、CDC の調査なんかでも、プールで感染したですね、様々な感染症のうち、クリプトスポリジウムっていうのがですね、非常に多いということで、注目されてます。こちら気をつけないといけないのは、先ほど真菌でクリプトコッカスありましたよね。で、こちら原虫クリプトスポリジウムなので、気をつけてください。名前似てますよね。で、これ、コッカスっていうのはですね、そもそもエンテロコッカスとかですね、もうそうなんですけど、コッカスっていうのは丸いんですね。丸いから、真菌って覚えておくと間違いにくいかなというところがあります。そしてコークラとコークトリコモナスとですね、あとアメーバ原虫というのがいますね。こちら歯肉にもですね、アメーバがいますね。こちら義足出して運動しますね。こちら、ですので口の中にもですね、細菌だけではなく真菌とか原虫もいるということですね。で、こちら歯学部のですね、1年生から6年生の定期試験 CBT 国家試験ですね。これをですね、マンツーマン個別指導で行ってます。全国から学生様、東京までですね、おいでいただきまして、執筆させていただきました歯科ナビはですね、全科目が一冊になった書籍になっております。ぜひチャンネル登録とですね、いいねいただければ嬉しいです。東京デンタルスクール岡田でした。